もう距離感が違いますよね、うん、あと何よりももちろん見ていただく方に影響を与えたのはもうそれはすぐ分かったんですけど、いろんな同業者の方からも声がかかりましたし、そのあれいいねとか、あれすごい気持ちが伝わって心が動かされたとか、涙流しましたとか、こういうのはもうもちろんのこと多くメールメッセージが来ました。で、結果出している人、うまく成功している人であってもまだ伝えきれてないものって結構あると思うんですね。それもすごい短時間で見る人にとってストレスのない時間での時間のもう数分、短い期間でもう伝えたいこと、もうその人ってどういう人なのかっていうのをバンと伝わって、影響力を与えれるものってやっぱ動画だなって、やっぱそういうのはすごく思いますよね。